はい、今日もあなたと百姓天国、ね、本日は2019年5月2日、木曜日ね、令和に入って2日目でございますか。今日も晴れるってね、天気予報言ったんですけど、今日もなんか雨降ってないですけど、すっきりしない天気ですね。本当今年のゴールデンウィークはここ成田はすごい雨が多いですね。まあ湿気ってるのでね、苗植えたりそういうのはいいんですけど、まあそれはそれでね、今日は私一人でね、トマト、ミニトマトとかやってるんですけど、研修生にはね別の仕事をお願いしてね、研修生は2人いますね、それぞれ1人1台ね、贅沢ですよね。研修生なのに1人1台車を持ってね、こんな普通車なんかやつらはね、こう綺麗好きなんですよ。こんなね、なんかあれですよ、土足で上がったら怒られそうな感じでね。いやいや、いいんですかそんなことでね、いいんですか。あとであいつら見たらまたなんか言われそうだな。こらとか言って、どうでもいいですね。さあさあ、そんなことで、さあホレイコを見ますと、もうジャガイモですね。今日5月入って、あと残りのジャガイモがですね、どうですか、もうこれぐらいですね。もう本当にもう残りは10コンテナちょっとで、なんとかね5月の末に掘り上げますので、まだシャドークイーンはなんとかあと6、7コンテナあって、おそらく5月末まで持ちます。シャドークイーンと今、トーヤとか、もう最後のトカチコガネを出したいんですけどね、あんまり綺麗じゃないんですね。まあまあそんなことでね、ジャガイモがなんとか、去年もそうでしたけども、ギリギリね5月の末に掘り上げ、早出しのねジャガイモ、除湿もかけてドライをかけるんですね。これインバーターになってますんでね、それができますから、ちょっと根が張ったんですけどもね。まあこうしてジャガイモはね、なんとか1年つながりましたね、良かったですね。まあこれでずっとね、ここ2、3年はジャガイモなんとかね1年間ほぼねつながっております。今もねジャガイモ2種類出荷してますんでね、いいんじゃないですか。今年はただちょっとジャガイモね、今のところちょっと発芽が今一つで調子悪いんですけど、さあ何やってるかといいますと、おこれですね、はい、わかりますかね、ミニトマトでございますね。まあまあまあ、ね有機農業長くやってますと、いろんなことをね自分で開発って言うと大げさですけどね、いろんなことにチャレンジしたりして、それはそれでね、栽培も含めてね面白いというかね、そこにまあ農業の面白さがあるっちゃあるわけですよね。でこのサイズですね、このサイズに、これもう苗作って花咲いてますけど、このサイズをこう植え替えて、で、このままいけないかっていう、そういう話でございますね。まあこれミニトマトなんですけどね、まあそういう品種でございまして、最近流行りのほったらかし栽培みたいなもんですけどもね、これちょっと病気出てるなね、このまんまいけないかっていう、ドンまあこれ今年初めてねちょっとできないかなと思って、でまあ誘引とかね、もちろんその他は一切なしでね、ハウスの中でこのままね、やっぱり路地だとねどうしても安定しませんので、これをこうしてハウスの中でね、並べてですよ、でうまくいかないかなと。これ内側にね実がつくミニトマトのタイプなんでね、よいしょ、まあこうしてねいろいろこれで、これを水につけて、まあずっとね半日から1日水につけて、それで、こうできたやつをこちらの奥にね、ハウスの奥の方にね持っていって、この感じですね。まあとりあえず置いてみただけなんですけど、こんな感じでこのまま収穫まで持っていこうという作戦ですね。誘引とか一切なしということでね、まあまあどうなるかですね。で芽かきもこれ必要がないタイプなので、まあこれでね、まあトマトってやっぱりねどうしても手間かかる野菜の一つですね。それはそれでまあいいわけですけどもね、一応プロのね農家としては、どこまでやってどういうふうにやればどう出るになるのかっていうね、ある程度そういうパターンはね
いくつか持っとかないといけないわけですよね。まあ普通にね誘引して路地で植えてとか、だからあれも下にこうトレイを引いてですね、そこに水あげれば、簡易的な水耕栽培になりますもんね、だからそういうようなことも考えれば、水耕栽培とかって大げさになっちゃいますけれども、簡単なね形でできるんじゃないのかなって、思うんですね。だからそうすればよりね、トマト栽培ねいけるんじゃないかなと。まあまあまあいろんなことをね毎年ねそうやってね考えたりチャレンジしたりねやっておりますよ、ね。何が正解か、野菜ができればいいわけです。美味しい野菜がね完全無農薬で美味しい野菜ができるということが全ての正しい答えなわけでしてね、そこに至るプロセスはねそんな重要ではありません。よいしょ。まあねやってみないと分かんないですから、これもねもちろん大失敗するかもしれないですよ。まあそれはそれでねいいんじゃないですかと。これもねポット1個68円なんでね、そんな大したことはないですよね。よいしょ。こうやってね1日置いて吸わせておけば多分ね、大丈夫だと思います。よいしょ。まあこの辺のところがね自分で頭で考えて、要するに栽培っていうものにね、まあ種は違いますけど栽培に特許ってないんですよね。だから自分の頭で考えてこうやってやってこうやってやって、人のやつから例えばそうやってね見に行って、あそういうやり方があんなかと思ったらそれをね盗んだりして教えてもらったりして、そうやってねどん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 技術とかやり方をね自分で変えていくというのはねやっぱり楽しいことですよね。そういうことが多少ないとねやっぱり何ですかなかなかね、こんな今日もゴールデンウィークですよね。こんなゴールデンウィークに働いてらっしゃる人ね、皆さん本当にご苦労様で、俺だけじゃないと思いますからね、なんかね、何かしらやっぱりねこう楽しみがないと、まあできるかできないか分かりませんがね、まあ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 面白いわけですよ。こうやってね楽しみながらやるとね、百姓とかつって何が楽しいんだつってね、いや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 落語口調になってますが、よいしょ。ちょっとよいしょ。やっぱ農繁期でねやっぱ足がやっぱりこう疲れが溜まってきて乳酸が溜まってきて、今度はね足の前側がつってたんですけど、今度後ろ側がねちょっと調子良くないですね。ちょっと足が肉離れっぽい症状になってきてね、もうまあ無理やり引きずってますけど、もう限界が来ようかと、しとりますな。知ったことじゃないですけどね、よいしょ。よっこらせドン。よいしょよいしょ。今年の夏はしかし暑くなるんですかね、去年はしかし本当に暑かったですよね。去年めちゃくちゃ暑かったですよね。今年はどないなるんですかね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、おかげさまでね、動画がなんとかかんとかネットが今つながってる状態で、昨日もね2本アップさせてもらいましたけどね、なんかよくわかんないですよ結論はね。でまあアップできるからまあそれでいいかっていう話なんですけども、たくさんねコメントいただきましてねありがとうございました。例によってね僕なかなかちょっと返信とかね、できないんで本当にね申し訳ないんですけども、コメントは全部いただいたコメントは全部ね読まさせていただいてますのでね、拝読させていただいております。ありがとうございますね。知った激励ご意見ご批判ね、ちゃんと一つ一つね、私なりに受け止めて、拝読させて拝聴、させていただいておりますのでね、で一つ一つね、皆さんいろんな意見がございましてありがとうございます。本当にありがたいと思ってますからね、返信することはちょっとあんまないですけども、ありがたいと思ってますんでね、本当にありがとうございます。この場を借りて、まあね、大体コメントされる方はやっぱりその同じ同業のそのね
プロの農家さんだと思われる方がほとんどなのでね、皆さんなかなかね、それぞれでございまして、なかなかでございますのでね、厳しい意見なりね、もちろんそれもあってね、叱るべきだと思いますが面白いですね。皆さんやっぱりこう真剣にねご覧になっていただいて大変恐縮ですよ。私がなんかねこんなとある有機農家のなんですか、こうぐだぐだ垂れ流していると、作業風景を垂れ流しているだけの動画でね見ていただいて大変恐縮でね、もうちょっとたまにちゃんと編集してですよ、皆さんちゃんと編集されてますもんね。ごめんなさい、僕ね編集っていうかそういうなんですか、全く何がどうなのかって全然わかんないんですよ。でパソコン全く増えてでございまして、今回のねネットの件もありまして、で本当にね今回はもう泣きましたけども、ね携帯未だに僕ガラケーですし、わかんないです本当に。なのでね編集なんかもう 100% できないんで、こうやってね撮ってそのまんまなんとかパソコンに取り込んでそれをアップロードをかけてるだけで足りない、本当それだけなんでね、本当皆さん農家さん今やりながらね編集するなんて、まあちょっと俺からすると神ですよ神本当素晴らしいですよね、すげえなと思うんですけど、まあまあ俺はこうやってねずっとこのスタイルでしかできないんでね、自分の頭にヘッドセットつけてやりながらくっしゃべるっていうねこのスタイルしかできないませんのでね、それでも見ていただいて大変恐縮ですけども、よし、もみ殻がなくなりました。ということで、はい、ここまでということでね。よいしょ。さあ、そんなことで、今日はね、ミニトマトの、なんていうの、このソバージュ栽培だっけ、なんかほったらかし栽培、なんとか、最近流行りでなんとかっていうんですよね。ということでね、ちょっと僕なりにこうやってねやってみて、できるかできないかちょっと分かりませんけどもね、収穫までいけたらいいなというふうに思っておりますね。以上でございました。それではまた。